皆さんこんにちは、まもるです。今回もゲーム実況やってきます。もうね、僕すっごい練習したんですよこのゲーム。なんでかっていうと、もうどうしても勝ちたいから、もうめちゃめちゃやったんですよ。だからもう今回はかなり強いに挑んでいこうと思います。絶対勝つんで応援お願いします。やっぱりファイヤーパックンを使いながら、使いながらじゃないな、ファイヤーパックンと共にパタパタ退治を頑張っていきたいと思います。あのね、かなり強いっていうの、めっちゃ強いんですよ。でもやっぱりかなり強いぐらいに勝てるようになってから帰ってくるっていうふうに言ったので、前回だからめちゃくちゃ練習したんで、ぜひそれを見ていただきたいなと思います。あー、やっぱりこう一発勝負っていうのかなりこだわってきてるんで、だからやっぱり2連敗しちゃってるんですよ実際。でもね、勝ちたいと思います。マジで集中します。はい、ね、まずはもうちょっとさ、言葉が出てこないよね、やっぱりここまで集中してくると。ちょっと待ってください、これだけ打つんで。はい、あれ弱い俺。あーはー、マジかよ本当に。でもね、1点はね、初戦1点だから別に全然気にしないですね。次に行きたいと思います。サーブセンターっていうのはやっぱりセオリーでいきたいと思うんですけど、おっとっとっと、危ねえ。ここからの、ここからの、この、ああもうやばいわ。そうなんだよこれ、ちょっとこれみんなに言いたいんですけど、トップスピンロブマジパタパタうまいんですよね。はい、よし、もう言葉なくなってきますよね。このね、トルネードもね、できるようになってきたんですよ。こう回転しながら取る、もうもはやね、確実に非効率ですけど、あいいいい、マジ話してる場合じゃない。本当にちょっと待ってから、ここだけ集中させて。このゲームポイントは絶対に落としたくないんだよな。まずはね、1点からスタートだから。よしよし、はい、1点は絶対このゲーム取る。これ、ね、ブロックも練習したから見てて、ほらほらできた、ほらできた、よし、これも取る、取るよ取るよ、よし来た、こっからこっから、よし、おお、今の爽やかじゃなかったですか。今めっちゃ爽やかでしょこれね。爽やかめっちゃ大事なんです。このね、一戦のためにかなり練習したんだよな俺の。この限りなく命の時間をね、やっぱりここに注いできた甲斐があって。はい、まあでも1ゲームはね、切り替えていきます。マジ集中します。あの、気づいたことあるんですけど、リターンはやっぱ詰めた方がいいんですよ。で、あとこれ、こっからちょっと見ててほしいんですけど、この必殺技ね、この必殺技でやんないとやっぱ勝てないんですよ。だから今回は必殺技多用していきます。絶対勝ちますから、見ててくださいよ。あれ、効かねえな必殺技。よし、よし、必殺技来るまで貯めますね。ラリーしてたら必殺技ポイント貯められるんですよ。これ貯めといて、貯めといてからの、からの、からの、見てよ見てよ、これ絶対決めるから、こっから、こっから、はい、集中、はい、大事なポイントね、このなんかよくわかんない、この戦略からのオープンコート、はい、エースかも、よし、来た、1点大事だよ、ここ、最初のポイントだからね、このポイント大事ですからね、はい、リターンはちょっと中入って、中入るね、これ、フェデラーのよくやってるセイバーって技なんですけど、中入っていったら、まあ、相手のリズムとかタイミングとか狂いやすいっていうのもあるし、やっぱりいきなり攻撃から始められるっていうメリットもありますからね。攻撃から始めていかないと、やっぱりこのレベルまで来るとやっぱりかなり強いですからね。よし、クロスね、はい、ブロックするよ、ブロックするよ、よし来た、よし来た、これでかい、よしでかいぞ。あー、まずいまずい、惜しそうだ。このトルネード俺は覚えてるからこそ余裕だね。来るよ来るよ、集中、よし、ブロック、カモン、あとね、よし、これ必殺技。このどんなに端に打たれても必ず真ん中にファイヤーが来るっていうよくわからない演出からの、お、あ、そうだ、もう今回の勝ち方はラケット飛ばして勝つって方法があるんですけど、まあ、ちょっとスポーツマンシップには乗っ取ってないんですけど、相手のラケット2本折ったら勝てるみたいな。ジョコビッチこの前失格になっちゃいましたけど、2本折れたんで失格にはなってないか、普通の当てだった。なかなかね、折りたくなる気持ちはよくわかりますが、やばいやばいやばい、あ、やばい、これ折られちゃったな。この折られたところって結構折られるとね、次も俺が折れたらちょっともう負けになっちゃうんで、かなり今劣勢です。よし、集中しか言ってないな。結局最後まで諦めないことが大事なんだけども、やばいぞ、やばくない、やばいっつったらもう一番やばい方向を引きつられるから、俺はできるって方向でいこう。最後まで諦めない姿勢がこれ大事ですからね。なんとかやっぱ必殺技に持っていきたいな。必殺技、あー、やばいやばいやばい、
マッポじゃんこれ。ここのポイントでマジ決める。マジ本当にね、ちょっと必殺技貯めてラケット吹っ飛ばすしか方法ないから、ちょっとそこだけにフォーカスします。よし行くぞ。ちょっとこれオープンコートに打っといてバランス崩させるかな。ちょっと弾いとこう。よし来い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 。お、来た来た。よっしゃー、やっと勝った。3戦目にしてようやく勝ちましたよ。マジ長かった。ここまでが応援をしてくれた人がもしいるんだったら本当にありがとうございます。やっと僕は勝つことができましたよ。これでようやくマリオテニス引退となりました。今回の実況でマリオテニス最後となりますが、次回のねゲーム実況はちょっと別のテニスゲーム一回チャレンジしてみようかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。いやー、やっと勝った。本当長かった、きつかった。はい、応援いただきありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。